デビクレモン・マディンダは、ガボン・ギーブルビル出身のプロサッカー選手。ガボン代表。ポジションは、ミッドフィールダー。ブルキナファソで開催された、ユースカテゴリーのトーナメントで一躍注目を浴び、2010年10月1 8歳で、セルタデビー後に加入した。しばらく、B チームでプレーした後、2012年10月31日開催のコパデルレユーディーアルメリア戦で、トップチームデビュー。 2013年3月30日の FC バルセロナ戦で念願のプリメーラディビション出場を果たした。2016年1月19日、契約を2018年まで延長した。その後すぐにジムナスティックタラゴナに6月までの契約でレンタルに出された。7月12日、レンタル期間が1シーズンに延長された。2017年6月、 アステラストリポリス FC に移籍した。2011年にガボン代表デビュー。翌年にはアフリカネーションズカップ2012のメンバーに選ばれた。2012年11月14日のポルトガル戦で PK を決め代表初ゴール。2014年12月アフリカネーションズカップ2015のメンバーに選ばれた。2018年3月25日現在。ありがとうございます。